この人と佐々木さんって同じ高校って分かってしとった。え、はい、そうなんですか。うん。で、落ちこぼれ組です。落ちこぼれ組？っていうか、私の友人のバムケロは、それこそ、あれですよ。教育実習に行ったんですよ。へぇー。うん。女の子とかっこいい。だから女の子しかおらんてよね。いや、男子いますよ。ほんと？うん、います、ね。2クラスぐらいでしたね。はい、あ、だけど要するに女子の方が多いじゃん。多いです。うん、うん。うちもさ、もともと、も、でももともと女子校や。でもないじゃん。最初から共学。共学やけど、女性の方が女の子が多いって。そしたら何？クラスがもう女の子だけのクラスとかになるの。うん、私も高校で3年間女の子だけのクラス。うちの学校女子校と思ってます。で、学食に行くと男子がおるから、おここって男子おるったみたいな。で、理系になると混合クラスってこんくらいになったね。うん、でね、何が嫌ってね、バレーの、こう、クラスマッチとか、バレーとか、バスケットとか、クラスマッチが嫌だった。で、何が嫌かっていうと、コンクラのと一緒にこう対戦するとさ、ね、男の子が応援しようわけ、向こうは。なんかこう嫌な感じがさ、いや、やった、やってられ、みたいな。だったけど、うん、ねえ、佐々木さんのソロクってどこに理由って言ったっけ、それ。これ、岩田屋で買ったって言ったね。はい、そうそう、呼ばれてきてからさ、私ほら、ここ。あ、ぜひおすすめです。ちょっとだけ、買ってこんといかんじゃん、私。こんなこう歩ける、こんな。大丸も阪急もありました。あ、そう。あ、阪急はいいな。阪急やったら寄ってこれるけどね。はい、やっぱね、私たち、そこに天神でうろうろする時間がもう今ないんだけど、博多駅やったらなんとかなるじゃんね。ここでもある。あ、そっか、ネットで買おうか。でもやっぱ早く靴は試着したいじゃんね。アラボンでした。ニューバランスアラボン。はい。歩きやすく考えられた。私、ニューバランス大好き。集会お願いいたします。はい。はい、粕谷町。粕谷町です。はい。春町1丁目。はい、3番1号。はい。株式会社春町です。はい。いえ、カタカナで春町です。はい。ほとんど毎日のように集会に来ていただいてるんですが。そろそろ覚えていただけますでしょうか。お願いします。はい、もう準備できてます。はい。はい、そうです。あ、今のとこ一つです。はい。というか、今日の発送に間に合うように来てください。はい。よろしくお願いします。はい。はい。あ、ほい。ちょっと待ってくださいね。